んにちは、タオルですね。タオルですよ。タオル、タオル、タオル。もうずっとタオルなんですよ。今日ご紹介するのはこちらの20 Nations じゃなくて20 Unions のミニオンズみたいな。20 Unions のフェイスタオルのご紹介でございます。このサイズ感ですよ。皆さんいいですね。もう見た瞬間、僕はだよ。このサイズ感のファンだな。タオルといえば。ハンドタオル、タオルマフラーと見てきたが、僕は、フェイスタオルがいい。これですね、こう取ってですね、こう、家のタオルとして使う場合は、これが一番タオル感あるんですよ。ちゃんとフェイスタオルとして使う。フェイスもいけるし、なんだったらお風呂の後のボディもいける可能性あるよね。あとね、これ練習とかに、ちょうどいいですよ。持ってた時のいいサイズなんですよ。手洗う、服、ちょっと足とか、ちょっと脇ぐらい拭くみたいなぐらいのサイズ感なんですよね。荷物にもならんしな。そうなんですよ。これぐらいが一番いい。ハンドだとちょっともうハンケチ以下みたいな感じ。どこも拭けない。厳しいだろあれ。厳しい。でタオルマフラーちょっと長す細長すぎじゃねっていうなるんで、タオルとして使う場合はやっぱフェイスだな。フェイスがちょうどいいです、ね、フェイスが一番やと思います。もちろんこうやってね、テーブルとかに置いて、ただテーブルに置くのはやっぱりタオルマフラーがよくない？こうやって置いてるとタオルじゃん、これも。そうですね。タオルマフラー置くと結構おしゃれな家みたいな感じするよね。タオル感ないしね。で、これね、俺は気づいた。フェイスタオルだけが、これが入ってるんだよ、うん。ウェブエリスのロゴが半分っていうの。半分っていうの ?3 分の2っていうの、うん、?3 分の2ぐらいだよな、これ。が、あしらわれている。かっこいいですね。素晴らしい。よろしい。まあ、これは鉄板じゃないですか。鉄板って言うと変だけど、欲しくなるよね、これみんなね、と思います。僕もぶっちゃけ1個欲しいなって思ってます、正直な話。なんでもう早速売り切れる前に買おうかなって思ってますけども、で、何のこと言うと結構売り切れちゃうんですよこれで。違う動画で言いましたが、これ今回タオルまとめなんで言いますが、この動画はアップされる時には結構もう数週間経ってる場合があるので、もう実はこれ販売してずっとなんですね。なんでもうもしかしたらないかもしれないんですけども、それはもうちょっとご容赦いただいてですね、申し訳ないんですけどね、今後ねそういうことがある場合に備えてですね、動画を待つんではなく、うちのウェブサイトのね検索窓、ただ何にも言えないで押すと新着情報順にこう出てくるんで ね商品が、それを見ていただくと、あ、こんなの入ったんだなって。会社の帰りにですねラグビーオンラインを開いてですね、一番上に検索ってとこあるんでね、何にも言えないでピッと押すとですね、なんか商品が上がっていればですね、新商品がブンブンって出てきますんでね、新しい順にね、そう、それを見ていただければ新商品上分かりますよと。あとですね、今やろうとしてるのがですね、大体土曜日とかに送って、金曜か土曜とか送ってるんですけども、はい、それ週2回ぐらいにしますんで、ワールドカップに向けてね、情報がちょっと多くなってきたので、ぜひそのメールマガを見ていただくか、あと登録バナナをしていただければ、ただ商品情報が流れるだけなので、見ていただいて、よろしければバッと押していただければ商品の方に飛んだりとかねしますので、その辺と、あとは SNS ですよね。 SNS も、まあ、YouTube はこの動画はですね上げた後にやりますけれども、まあ、それより早くですね、こんな商品上がったよなんてのも上がったりとかしますので、見ていただければいいなというふうに思います。それでもあるんですけど、最近すごいんですよ。これネットショップやる方にぜひ教えたいんだけど、Facebook と Instagram と、Facebook のお店っていうのが、Facebook でお店みたいな、ストアショップみたいなのを連動してるんですよ。だから例えば、インスタってさ、リンク貼れないじゃん。Facebook ショップに登録されてる画像をインスタでアップすると画像をクリックすると飛ぶんだよ、商品ページに。それ結構裏技だと思うね。インスタもでもストーリーで、ストーリーとだから違うじゃん、ストーリーはいけるのよ。だから普通の投稿はできないじゃん。最近勉強してるんですよこれをね。聞いたのはですね、まさかうちの娘っていう中学生なんですよね。現代人、中学生に教わるっていう。平成生まれること。平成ですよね、当たり前です。令和ではないですよ。なんで、ですね、あ、そうそう、それでですね、もう我が家はですね、もう家族総動員ってことですからね。たまにうちの娘にも最近許可したんですよね。うちの会社のアカウントの利用を許可してですね、もう若者の目線であげろと、商品アップをしてみろということでですね、たまにですね、
若々しいのが流れたらですね、そういうことだなと思っていただいてですね、それは流していただいていいですね。息子は働いたりしてるし、小学生なのにね。いいのかって話。いいですか？もう総動員ってことですよ。全員でね。いやでもね、そういう時代が来てるんです。もうね、若者に任せないとおじさんとかはついてくのが精一杯なんですよ。ただまだいけるって思ってる部分もあるので、そこと融合させればちょうどいい感じのあれができんじゃないかなと思ってるんですよ。なんで、まあ、これから ネットショップやる、別に俺がすごいっていうわけではないですけども、やり方はですね、ぜひそういう何本柱考えていただいてですね、SNS とか駆使してですね、やらないとこれからちょっと厳しいですよって話です。昔 SEO だとしてる、昔 SEO 対策って言って、SEO、昔はみんな検索してたわけ。例えば Yahoo とか Google とかで、ラグビー用品とかって入れて検索から来てたわけ、じゃん、昔はね。今はもう全然そういうことじゃないんですよ。もうね、要は SNS とかで流れてくるやつで見たりとか、そうです、確かに自分で取りに行くわけですよ、メルマガとか、ただこの YouTube とか、そういうふうに商品を選んできたのが全然多くなってきてるわけですよね。なのでそんな SEO 対策とかに何百万とかける必要ないんですよ、はっきり言って。ぶっちゃけた話だ、そういうのをちょっと変えていかないと、しくりますって話でございます。そんな話はどうでもいいですよね。僕のネットショップ講座をしてもしょうがないわけですね。ワールドカップなんでこういういろんな商品が出てきましたって紹介するのもいいんですけれども、私いろんなこと考えてますよ。そんな例えばフィナンシェね、今やってるじゃないですか。実はですね、すごい問い合わせ終わりますせって言ったら、すごいみんなから問い合わせされてきたので、ちょっと1週間だけ延長させてもらったんですね。なんで、まあ、これをアップする頃にはもう終わってるかもしれませんけど、フィナンシェとかもですね、なんて募集は終わってるかもしれないけど、フィナンシェ自体は続いてますからね、ぜひ見ていただいたら、面白い枠組み、そこにもありますよっていうことでございます。あとはですね、今日実はですよ、記念すべきなんですよ、今日は。撮影していますが、この後ですよ、すごい、私ダブルワークですよ。もう家計が厳しくてですね、ダブルワークしないともう生きていけないんですよ。そういうことだよ。違うんだよ。今晩初めてですね、私この1階のフィリーさんのね、お手伝い入るんですよ。まさかの6月の2日、そう、金曜日ですね。花金です。ただね、台風近づいてて大雨なんですよ。持ってるなと思いますよ。初日がもう土砂降り、見たこともない土砂降りなんですよ。いいんですよ、それで。今日は練習なんで、まだね、カッコ仮なんですね。来たる日に備えて、もうちゃんと呼べる日がいつか来る。まだ仮は何回かあるよ、まあもう普通に言おう、何が言いたいけど、ただのアルバイトです。フィリーさんの厨房の方に入らすもんでですね、もう指示に従って皿を洗い、できることをする、皿に盛る、料理をできるだけはする、盛るの、酒は作る、俺が。ハイボール濃そう。濃くはしない、それはもうちゃんとピッて。俺こういう意味で昔お酒作ってたことあるんですよ。あ、そうなんですか。はい、そういう経験者なんで、それもうちょっと高めていこうと思ってるんですよ。何がしたいかというと、別に何がしたいわけじゃないんですけど、自分のしたいことをできるような時代になってるじゃないですか、今ね、はい、いろんなことで。僕は別に一生こうやって YouTube の前でペラペラ喋っていくつもりないんでね。いつか僕だって、やりそうだな。いや、田舎とか行ってさ、お店とかやってるかもしれないじゃん。どこ、まあ、分かんないけど、何も分かんないけど、でもそんなのだってできるわけだし、みんなもいろんなことをやったらどうですかってことが言いたかったんです。なんで今日からですね、やりますけど、それを強兵ナイトと称してですね、ちょいちょい有名人呼んじゃったりとかする可能性もあるので、これは不定期開催ですよ。いきなり言うから、来週の金曜日やりますって言った時に、もし東京にいたらちょっと覗いていただけると、もしかしたら有名人に会えるかもねっていうところでございます。そんな僕だって、キックちゃんだってすごい人だけど、キックちゃん以外の有名人だっているもん、知り合いだって。知らないよ、本当にすげえやつ来てたらどうすんの。そう、日本人じゃないかもしれないね、外国人の超有名人だかもしれない。巨人のとか、いや、そういうことじゃない。経済財界の人とかは呼ばないでしょ、来ても分かんないでしょ、みんな普通の人はね。いいね、そういうことじゃないよ。それはラグビーの人に決まってんじゃん。ラグビーの人を呼んでですね、楽しくやればいいんじゃないのっていう気がしますよ。どこまでね、それが続くか分かりませんが、ぜひですね、強兵ナイトも楽しみにね、東京近辺の方はですね、来ていただければ楽しい夜にしましょうということでございます。はい、もういつもながらに脱線しまくってますが、いや、何が言うかというと、このフェイスタオル、最後にご案内したこの20ユニオンのフェイスタオルは、
一番サイズ感こんな感じで、使い勝手は良さそうでございます。タオルとしても使えるし、飾りとしても、こういうところ。これもありやね。飾りとも使えると思いますし、何よりプレゼントで喜ばれると。なるほど。他のタオルはちょっと使い勝手に困る。うん、自分で買わないと、うん。用途がないと。でもこれっていただいたらただの、ね、タオルとして使えるんです、絶対。何でも使わない人いないじゃん、タオルって基本的に生きてて。なんでこの辺はプレゼントとしても喜ばれますし、東京店とか、まあ、ウェブもそうだけど、プレゼントラッピングとかもねできますんで、よろしければご利用いただければと思います。はい、というわけで話脱線しまくりましたが、今日ご紹介したのはこちらのフェイスタオルの2色でした、はい、よろしければ下の方見てください。